それじゃあ後半戦いくぜカレンだぜだ月日だよえ,え何それ何それって何それえひょっとしてカレンちゃん DJ で月日は知らないの既存のキャラクターみたいに言うなよいねえよそんなやついるもん超いるもん歴史上いなかったことがないよ DJ という職業が誕生する以前から DJ 月日はいたよあいやいたよ月日ちゃんキャラが立ってないからって無理して変なキャラ立てるのやめようぜキャラが立ってないって言うな ブラザーカレンブラザーカレンってシスターだし DJ なでこはなでこちゃんのキャラがあってこそ成立する遊びだろうに何もないとこに DJ 月日って言ってもさ何もないとことか言わないで私はここにいるじゃないもうほんと DJ 月日を知らないっていうのは生きてないのと同じだと思うなすげえ意見だカンバルさんカビ伸びてるんだよねこれそうだぜ に縛ってるな素敵だぜあ髪型といえばお、私この話の中でズバッとやってんだよいやいや私がしようとした話はこの後流れるプラチナディスクの映像のことだったんだよカレンちゃん自分の話ばっかりだなイエーイプラチナディスコプラチナ可愛いおもねえよなお目も奥 それはこの私に最も必要のないものだね最も必要なものだろう自分以外の話をしろいやでも人間基本自分のことしか知らないよ人間自分のこと以外を語ろうなんておこがましいよ傲慢もいいところだよ人のことをあれこれ言わずあくまで謙虚に自分のことだけを語ればいいんだよなんか話がすり替わってるような気がするけれど論理の飛躍が行われてるような気がするけれど<う>論理のヒヤリハットいや全然違うヒヤリハットってすごい言葉だよね 一瞬英語かなって思うけれどよく聞いたらバリバリの日本語だしプラチナ日本語だしまあでも人のことをあれこれ言うなっていうのは兄ちゃんが私たちによく言うことだよな私たちのファイヤーシスターズ的活動によく言うことだよなあれこれ言うなっていうのを私たちにあれこれ言っている時点でなんかもう矛盾してるんだけどねあれこれ矛盾してるんだけどねあれこれっつうかあべコベって感じだけどなそれを差し引いてもお兄ちゃんには言われたくないよねおおい聞い聞のかお兄ちちゃん私たちはお前に 言言われたくないって言っててんだちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってそんな勇気ある発言に私を巻き込まないでくれ月ちゃんえファイヤーシスターズはいついかなる時でも一心同体じゃなかったの共同体ではあっても共犯者じゃねえよ大体何かあったら私の方が怒られるんだからお姉ちゃんなんだからってそっかでも何かあった時にカレンちゃんの方が怒られるんだとすれば私的には問題ないんじゃないのかな終わりだよじゃあ A パートだね ああれあれカレンちゃんいつもとファッション違くないこれはカンバル先生に会いに行く上での清掃だなこれが清掃なんだこれがカレンちゃんの清掃なんだ何だよ何か文句あるのかよいや別に文句はないけれど これ具体的には何の格好なのレーパンだなまあ自転車用のジャージって言い方をするのが一番わかりやすいかもしれねえぜ自転車用のジャージなんてあるんだいやツガのキに中のベストドレッサーと呼ばれる私でもそれは知らなかった何でも知らないぜジャージのことだけそれはもうちょっと知識の幅を広げた方がいいんじゃないかなでもこれ足のラインがきれいに出すぎてちょっとエロティックだねその辺も含めて清掃なの恐ろしいこと。 というな私はどんな性格なんだよただまあスポーツ競技のファッションが基本薄着でラインの出る方向へと進化していくのは確かだよなうん陸上のユニフォームとかすごく露出多いもんね露出が少ない方向へ動いている競泳水着にしたって体のラインはむしろ際立ってるし結局健康的であることと日韓的であることは切り離せないのかもしれないってこった はあでもこの辺のことを結構忘れてたなあ,あそうだったそうだったあたしこういう経緯で髪の毛を切ったんだったなウカッとすると髪の毛が昔ポニテだったことさえ忘れちゃうからなあそれはウカッとしすぎだと思うけどね何あっ,たっけウカッとするなんて日本語いや ないと思うかつに,にうっかりみたいな意味合いなんだけどなでまあ月志ちゃんにも秘密にしていたこのじゃんけん必勝法なんだけど兄ちゃんはあまり肯定的じゃなかったんだよな月志ちゃんはどう思うえ、うん、と言われてもまだ画面で必勝法の仕組みは説明していないからコメントのしようがないかな見てねえのかようん 言ったでしょ私出番がない話は見てないの主義みたいに言うな出番があろうとなかろうと自分の名前がタイトリングされている話くらいは見とこうぜ月ちゃんあでもただこのあとカレンちゃんがお兄ちゃんを肩車するっていう映像は見たような気がするだから見たのかな ああそっかオープニングとエンディングを注視して見ていたのかなそんな自分好きなやつがいるかツンデレ女子高生以上じゃねえかしかしまあ見る見ないって話をするならさ今の時代アニメの数って星の数ほどあるじゃないそれを全部チェックするのは事実上不可能だよね仕事でも無理って感じだろうなとはいえ今はハードディスクレコーダーの全取り機能とかあるから本当のシミ人なら不可能ではないのかもしれない だって一時期に比べれば今でも減ったくらいなんだろ減ったのかな確かにこの偽物語は終わったけれども打ち切られたみたいに言うな私たちの戦いはこれ 空っぽみたいに言うな今更言っても仕方がないけれど「偽物語」っていうタイトルもなんだかこう自虐的だよね化け物語の二の次みたいな感じで私たち姉妹の扱いっていつもこうだよね自虐的すぎるだろういつもじゃねえよいつもこうじゃねえしむしろこうだったことなんかそうはねえよだって私たちいつもお兄ちゃんの二の次じゃない二位の次じゃない二位の次ってさらに私個人の話で言えば姉の次でもあるんだよ末っ子の悲劇を誰が知るいや 実に末っ子らしい性格だと思うぜ月ちゃんはまあお兄ちゃんはお兄ちゃんで長男が一番損してるって思ってるみたいだしカレンちゃんは真ん中が一番しんどいって思ってるだろうし結局みんな自分が一番損しているって思いながら生きているんだよねそう考えると世の中ってみんなつまんない自分の人生は最悪だって思いながら生きてるんだねそんなことねえよ世の中はそんなんじゃねえよだいたい私真ん中が一番しんどいなんて思ってねえしえ そうなのお兄ちゃんは何でも初めてだからいいなとか月日ちゃんは末っ子で可愛くていいなとか思わないの月日ちゃんに対する羨ましがり方がおかしいだろ一人っ子はどうなのかなうん一人っ子の子は自分が損だとか得だとかそういうことを思うのかなって疑問私たちってもう兄弟がいるのが当たり前みたいな感覚になっているから逆に一人っ子の気持ちって分からないじゃないほうそりゃ確かにそうだ分かろうと思ったら私だったらお兄ちゃんとカレンちゃんを千枚同士で差し殺すしかない そんなわけじゃないがあるかんとか言ってる間にカレンちゃんの断髪式が終わってるね断髪式ってお相撲さんみたいに言うな乙女の散髪だぜ乙女って乙女は鍵で髪を切ったりはしないまあお相撲さんもしないけれどえっでもじゃあ月日ちゃんは何で髪を切ってるの鍵じゃなかったらハサミとか あたかもハサミの方が優先順位が低いみたいに言わないでいや私とカレンちゃん同じ美容室を利用してるじゃないえん。つけしちゃん美容室を利用してるのそれは良くないな利用される側の気持ちになってみろよいや利用するってそういう意味での利用じゃなくってそれはあれだ前の話で兄ちゃんに言ったはずだ髪に触られるのがどうとかなんとかざっくりした記憶だなまあその後歯を磨かれたからね記憶も飛ぶでしょう記憶も飛び魚でしょうえっ ん何て何て何て,なんて,なんて今何て言ったの <laughs> 食いつかれた記憶も飛び魚何それ何それ新しいギャグプロチナムカつくに続く第二の口癖記憶も飛び魚今後使っていくの記憶も飛び魚違う違う違うまた嬉しそうに食いつくな食いつくってそれはまさに飛び魚のようにってこと飛び魚にそんな恋みたいなイメージないでしょうやめて失言だったカレンちゃん今の私の発言は忘れてちょうだいえそれは何私の記憶も飛び魚ってことうわー プラチナムかつくそして記憶もトビウオだとつながりおかしいじゃない言いたいだけじゃないもういいでしょカレンちゃん十分バカにしたでしょそれ以上言うとそろそろぶん殴るよおいおいやめてくれよつきしちゃんぶん殴られたりしたら記憶がふっとびウオだぜつぼりすぎでしょアレンジまで加えてくるってアッハッハまあこれくらいで勘弁しておいてやるんだぜしかしトビウオってのは実際結構特徴的な魚なんだよな あれほとんど羽があるみたいなもんだもんな羽がある いやでも実際それが飛ぶんだよまあさすがに鳥みてえにってわけにはいかねえけど海面から飛び出して1 0 0メートル程度は普通に滑空するって言うからそれはもう飛んでるって言ってもいいんじゃねえどころか記録では 600m 飛んだのが観測されたってのを聞いたことがあるぜ6 0 0メートルって走るのもしんどいくらいの距離じゃないイメージ的にはちょっと海面を飛び跳ねるくらいだったんだけどバタフライくらいの感覚だったんだけどいやいやそれがそれがもうヒレなんか完璧な だぜあれまあすげえ根性だよな海中に生きる魚が空を飛ぶなんてのは海のライト兄弟とはあいつらのことだよ飛び上にすごいキャッチコピーをつけたものだねそろそろ A パート終了か肩車だなまあカレンちゃんが肩車って言うとどうしても柔道の技の肩車を想像しちゃうんだけれどね肩車のカレンとはカレンちゃんのことだよ肩車の屋敷みたいに言うなだいたい私は空手家だいうわけで B パートに続くぜにしシシ いいパートだよ私が出てないアニメとか見る意味あるのかなあら,らぎ月日です天真爛漫に言えば何でも許されると思うなあららぎカレンだぜあげていくよってあげていこうとしたときに新キャラだやめてほしいよねこれ以上キャラ増やすのもう発言が利己的すぎるよな月日ちゃんは知らない人だ まあそううだろうよんでも見覚えがないでもないような、うん、分かんないな会ったことがあるようなないような記憶が曖昧だよつまり記憶が記憶が飛びう まずい若干この言葉が気に入ってきた私の中でヒットしてきたダジャレっつうか一発ギャグみたいなもんだからよく考えたら何言ってんだか根本的によく分かんねえけどな抜本的な改革が必要かもねまあ意味がわからない言葉でも意味が分かってる意味がある風に言い続けていればいつかは意味が出てくるのかもしれん残念ながら今のところ記憶が飛び魚だっていう以上の意味はないと思うけど。 まあ視聴者の皆様っつうか月日ちゃんに説明するとこういう人と会ってたんだよ神原先生のお家に行く途中にさ変な人だね郵便ポストの上に立っちゃってそうだな逆立ちで歩くより目立つよなそれはいい勝負ポストだけに という一発ギャグなのかもしれないけどなああ支えるってことねでもまあ小学生くらいの頃はよくやったもんだよなこういうの地面は海でだから塀の上とか歩かなくちゃダメってやつやったようなやってないような記憶が飛び魚を海だけにしつこい。 <laughs> でもカレンちゃん塀の上を今でも逆立ちしてるよねしてるぜでもさすがの私も今はもうアスファルトが海だなんて信じてないぜ小学生の頃だってまさか本気で信じてたわけじゃないでしょえっえっそういえば月日ちゃんサンタクロースって何歳まで信じていたあれっていつ親の仕業だって気づくもんなのかね仕業って悪行みたいにお待たせしましたおお<ー>翼さんだぜ姉川さんだね兄ちゃん言ってることおかしいじゃねえか私たちには 翼さんにむやみに頼るんじゃないとかめちゃくちゃ怒ってたくせに自分はあっさり電話で来やすく頼ってんじゃねえか本当お兄ちゃん自分のこと棚の上にあげすぎだよねまったくだぜナタの上にあげちゃおうかな恐ろしい提案を姉にするなナタの上にあげるってどういうことだよ怖さばかりが伝わってくるよまああれなのかなこれは人助けっていう名目があるからいいようなものなのかな塾の場所を聞かれたんだっけおお兄ちゃんって人に道を聞かれやすい人なんだよな にさ自分が道に迷った時ってどういう人に頼るどういう人ってそりゃあまあ親切そうな人にかな。まあそそううだけど親切そう 地元民みたいな人に聞かないといけないんだよね見落としがちな点だけどんーどういうこといやだってうかつにうっかりうかっと親切そうな人に道を聞いちゃってその人が道を知らなかった場合って結構大変な事態を招くじゃない生実家親切なものだから推測で多分くらいの感覚で道を教えてくれたりあるいは一緒になって探してくれたりしてそこまでしていただくわけにはみたいなことになっちゃったりしてさああそれ私だななんと 一緒になって道を探すってのはもちろんあるし一か八かで道を教えることもよくあるぜやめてあげてすごく迷惑だろうから親切心が必ずしも功を奏するとは限らないってわけか兄ちゃんの言いそうなことだなだね そう,そうするのこうって成功のこうだっけ校舎のこうだっけうんいきなり何の話いやどっちだったかなって月ちゃんが親切な人だったら教えて当てずっぽうでもいいから当てずっぽうでもいいっていやそれくらい分かるよ成功のこうだよそっかいや字が似てる上に読み方も同じってきわどいよなこうとこうそれを言ったら校舎のこうでうまいって読むときに私間違えて汚いって読んじゃったことがあるけどね漢字一文字だけだったら たら間違いようがないのに送り仮名がついていたせいではなはだ紛らわしかったよ意味が全然違ってくると確かにまずいなっていうか話変わりすぎでしょう親切心が必ずしもこをそうするとは限らないって話を私としてはもうちょっと続けたいところなんだけれどカレンちゃんふーんだからって不親切がこをそうすることってあるのかなそうだねそう思うけどねその辺お兄ちゃんはどう考えているのかな親切にすればいいばかりじゃないっていうのはそりゃそうだと でもだからって困った人を見捨てていいのかって言えばそれは違うでしょさっきはああ言ったものの私だって道を聞かれたら知らなくっても何とかヒントくらいにはなれないものかなって思うもんねうんでも本来そういう時の正しい対応は正直に知らないって言って別の知っている人に聞いてもらうことなのかもしれないそれなのに知りもしないのに知ったかぶってあげくに当てずっぽうで道を教えちゃうなんていうのは見えっ張りである そうそんなのは人を助けてあげられる自分に酔いたいだけのみっともない光明心に過ぎないんだよ言い過ぎじゃないのかお兄ちゃんで言えばお兄ちゃんはわざわざ羽川さんに電話してまで道を教えてあげてたけれど果たしてあのお姉さんはそこまで望んでいたでしょうか頼まれてもいないことを勝手にやって相手に心苦しさ引け目や負い目を渡してしまうのだとすれば道なんか教えるべきじゃない違いますかそんなこと言われても いやツキシちゃん完全になんとなくで今テンション上げてるよなだから私は今度道を聞かれた時にはこう答えます知っていようと知ってなかろうといえそれは道だけに未知の領域ですねうわー おっとカンバル先生だぜちょっと待ってここで話題変えられたら私が本気で言ったみたいになる今の話のオチみたいにしないでまだ私の中には逆転の火種がとってるんだからなんだよ逆転の火種ってでもカンバルさんとカレンちゃんカレンちゃんの方が背高いんだねいや私はそんなにカンバルさんに詳しいわけじゃないんだけれどもちょっと意外カンバルさん背が高いイメージがあった別に見たことないわけじゃねえだろ一巻の裏音声の時とかに見てるだろ そうなんだけどね。やっぱりイメージによる大きさってあるじゃない ほらアイドルの女の子とかって直に会ってみると本当に小柄だったりしてびっくりするって言うでしょああ言うなあまあ直にアイドルに会ったことがないからそれが本当なのかどうかは知らねえけどもオーラってことなのかなでもあれだぜプロ野球の選手とかって直に会ってみると思ったよりも巨大でビビるとも言うぜいやプロじゃなくても高校球児とかでもああ確かにテレビを通して見るとなんとなくみんな等身大に見えちゃうってだけのことなのかもしれないねつか私がむやみに巨大なだ だけだぜ。はあ身長こんなにいらねえんだけどな今も成長中なんだぜ信じられねえぜどこまで伸びるんだろうねカレンちゃん身長を伸ばすためには牛乳を飲めばいいって言うけれど身長を縮めるためには何をすればいいんだろうさああんまりない悩みな気もするけれど実際私が悩んでんじゃねえかよ悩んでんじゃねえかよ悩むって何 悩んで病んでんだ病んだでるんだ逆に月ちゃんはねえのかよこうだったらいいのにーみたいな体の悩み体の悩みってどうだろうね私はもうちょっと背が欲しい気もするけれどただ現実的にお兄ちゃんを抜いちゃうっていうのはまずいだろうなって気持ちは悪気持ちは悪 なんだ気持ち悪いのか気持ちはあるですああまあ私は兄ちゃんを抜いて久しいけどなお兄ちゃん今身長何センチくらいだっけ165だかなんだかそんな話をしてたぜうんでもなんだかお兄ちゃんって風呂場で裸を見た限り最近鍛えてるみたいだからねその数字よりは大きく見えるかもしれない何だよ 風呂場で裸を見た限りって知らないそれはアニメ偽物語4話での出来事でしたでしたって他人事みたいに目の錯覚だったらしいんだけどお兄ちゃん幼女とお風呂に入ってた風だったんだよねうーんなんであんな目の錯覚があったのか不思議すぎる私のうちなる欲求とかなのかなどんな欲求だよつまりほらお兄ちゃんに幼女とお風呂に入ってほしいなっていう欲求変態すぎて訳わ,わかんねえだろお兄ちゃんといつまで一緒にお風呂入ってたっけその話を このの流れでするのかやばくないかいくら何でもありの副音声といえどもいやいやこれは本当にどんな兄弟でも一緒にお風呂に入っていた時期はあるわけじゃないそこに何だろういやらしさみたいなものを見いだすのはもう因縁でしかないよそりゃそうだが。 だけど自ら進んで積極的に思春期にしたい会話ではねえやな兄ちゃんといつまで風呂に入っていたかなんてうんどっちにしようかな5歳ってことにしようかそれとも15歳ってことにしようかまあどっちでも似たようなものか違いすぎるだろう月ちゃんの15歳って来年じゃねえかつまり今現在進行形で一緒にお風呂に入ってるってことじゃねか 定はしないしてくれマジでしてくれとはいえ私とカレンちゃんは一緒にお風呂入ったりはしてるよねしてるよねそれはまあな荒ぎ家の風呂とにかく広いからな部屋より広いお風呂 いやもう何だったら私あのお風呂で生活したいもんねもっともお風呂場が広いだけであってバスタブが広いわけじゃねえから私と月日ちゃんとが一緒に入ったらその時点であふれちゃうけどなお湯も肉体もデザイナーズハウスすぎるよね荒ぎ家兄ちゃんの部屋だけ妙にまともだったりしてデザインの話をするならこの間のブルーレイオア DVD では出てこなかったかな多分出てきてないと思うまあちょっと曖昧だけれどとにかく私たちの部屋にある私たちの二段ベッド あれかっこいいデザインだよねそうだなお気に入りだぜ2段ベッドって兄弟ならではだよねちょっと曖昧って言うならめちゃくちゃ曖昧な記憶を探ることになるんだが月ちゃん昔あららぎ家に3段ベッドってなかったっけ3段ベッド 何何それ三段重的な何かいやいや普通に三段のベッドだよ兄ちゃんと私と月ちゃんが使ってたんだその昔兄ちゃんと私たちが同じ部屋だった頃の話だけどああどうだっただろうあった気もするな結構前だから忘れてるよね いや結構前ってほどでもないかな数年前だよね数年前えー、っとな具体的には兄ちゃんが独立したのは中学校に上がった時だからいややっぱ結構な前だぜ6年前だぜ6年前かうん6年前だということはカレンちゃんが小学校4年生で私が小学校3年生くらいだった時かなそりゃ記憶も曖昧だね記憶が 記憶が飛び誤だねもう普通のセリフみたいに言い始めたまあ三段ベッドの話の真偽はともかくあの頃からだよねお兄ちゃんが私たちに冷たく。 っていうか辛く当たり始めたのは独立して以降だよねそうだったそうだった中学校に上がってから急に一緒に遊んでくれなくなったって思ってたけれど正確に言うと部屋が別になってからだこんなことなら独立なんて許すんじゃなかったぜん画面にまた新キャラが現れた謎の子供が現れた本当だこれは私も見覚えがねえ知らないやつだんでもこの子も見覚えがあるようなないような。 さっきのお姉さんよりも見覚えがあるようなないような。なんだろうな。記憶が飛びようだよ。ついに自ら言い始めた。つうか回数的にはもうプラチナムカツクよりも多く言ってるような。なんだろうな。その辺の謎はブルーレイを DVD の最終巻を買えば解けるのかもしれないね。露骨に宣伝を入れやがったわかってないくせに。しかし新キャラすごい新キャラだね。なんだかこの子、世界観が違くない雰囲気別のアニメのキャラじゃない確かにそうだな。すげー ファッションですげえ髪だな PSP ゲーム用のオリジナルキャラなんじゃないかな PSP ゲーム用のオリジナルキャラなんていねえよだから露骨に宣伝を挟むな大体 PSP ゲームはあくまでアニメ化け物語のやつだからあたしらの出番はそんなにねえよ <laughs> 出番がないのなんてそんなの偽物なの 同じじゃないですか気にしませんよ気になりませんよ全然ね急にデスマス調でしゃべるな機嫌を損ねた小学生かよおっとそろそろ B パートも終わる頃ですか私の出番もないままにあんまりこういうことを可愛い妹に対して言いたくないけどさえ何何どうして言いたくないことを言おうとしているのかな不思議だな出番がないことをネタにしだしたらキャラって末期だと思うんだよそれは言ってほしくなかったそれも今さら言ってほしくなかったできればそれ最初に言って 収録の前の打ち合わせで言って大御所はそうそう出張らないくらいの気持ちで構えておくのが月日ちゃんのあるべき姿だったのかもななんと適切なアドバイスを今日から君が参謀だ君っていうな姉を君って言うなというわけで終了だぜ終了だよあいや私がじゃなくて B パートがだよ悲しい昼食だなエンディング内緒の話何回聞いてもノリのいい曲だよなこれで私の役割はおしまいかなあおしまいって における私の役割が終わりっていう意味でキャラとしての私はこの後も全然出てくるけどね悲しすぎるぜそして本当は出てこないし出てくるよ常に出張るよしゅっ 出張中ならいねえじゃねえかよでもカレンちゃんは次官の副音声にもキャスティングだって聞いてるよ私を差し置いて別に月日ちゃんを差し置いてはねえよ差し置いてって言うならむしろ月ちゃんの方だろだって月日ちゃんは第1巻の裏音声で一番最初に出てんだからあバレたかバレたかって腹黒いなあれはまあでもあくまで裏だし ちゃん相方は誰なのそこまでは知らないんだこの月日ちゃんの情報網をもってしても月日ちゃんの情報網はまあ中学生を中心としたネットワークだから知らなくても無理はねえけどいやーこれはなびっくりしてほしいところだけれど <laughs> いいよびっくりするよ私はアニメ「偽物語の最終巻においてあのバル先生と副音声をお送りするんだぜーええー、あのバル先生とこれくらいの驚きでいいかないや全然ダメだな その座っている椅子ごとずっこけるくらいの驚きが欲しいところだぜ変な音が入っちゃうでしょその歌はポップガードでは防げないでしょまあなんで最終巻の不婚生をお届けするのが私とカンバル先生なのかってのにはわけがあるんだがそれを説明する時間はなさそうだなじゃあそれは内緒スな話ってことでそんなに上手くないそれじゃあ予告恒例のお別れのご挨拶だぜ予告恒例なんだ えっとなんだか今更お別れのご挨拶っていうのも照れますけれどアニメニス物語後半月日フェニックス楽しんでいただけてますでしょうか正直今回ではあまり目立てなかった印象もある私ですがしかし一応タイトリングされてるくらいなので時間では大活躍するはずです大活躍すればいいよなやっぱり釈然としないよねこの私の知らないところで話が回っていく感ほんと誰なのあの新キャラはそれも時間をお楽しみにってことだろそれでは私とはまた次の副音声でもお会いしましょう お相手はつがのきに中のファイヤーシスターズ実践担当あら,らぎカレント何かいいことあるのが私参謀担当の荒ららぎ月日でした。